2020年にスクーデリアアルファタウリ F1 チームと株式会社 RDS は車椅子陸上の伊藤智也選手をテストドライバーに迎えて開発した競技用車椅子 RDSWF01TR のアルファタウリホンダ AT01 のカラーリングを採用した RDSWF01TR-AT01 を発表しました。デザイン、データ、テクノロジーをキーワードとした両者のパートナーシップを象徴する車椅子です。 F1 も車椅子陸上も最速を争う舞台であり、最先端の技術開発が必要な競技です。 F1 マシンも車椅子レーサーも人と車が最適化されることで高いパフォーマンスを発揮することが可能になります。車のデザインは RDS が担当、カラーリングデザインをアルファタウリが担当しました。 RDS とアルファタウリホンダのパートナーシップはデザイン、データ、テクノロジーを通じて新しい日常を作るという共通コンセプトのもとにあり、 RDSWF01TR-AT01 はこのコンセプトを象徴する車になっています。アスリート自身の能力を最大限に引き出し、競技パフォーマンスを向上させるために設計、開発された競技用車椅子です。車椅子陸上の伊藤智也選手をテストドライバーに起用して開発し、コースでの走行テストだけでなくモーションキャプチャーを取り入れた動作分析で車の動きや走行中のフォーム力の分散バランスなど感覚を数値化しています。短い距離のレースにフォーカスを当てたデザインは超軽量化、高剛性、高加速であり、コーナリング時のボディホールドと安定性を向上させました。250万円で販売しています。個人の体に合わせた完全オーダーメイドです。スクーデリア、アルファタウリ、ホンダと株式会社 RDS が製作した RDSWF01TR-AT01 の詳細を知りたい方は公式ホームページで確認してください。